皆さん、こんにちは。ワンダルゲルピーチです。では、今回は、ギレンデワークシーズの競技部位、エーブル将軍編、続きをプレイしていきたいと思います。前回、ソロモンの攻略を行って、その後ですね、戦力を少し整えています。今回はいよいよ、アーバーワークーへと舞台を進めていきたいと思っています。早速、では、アーバーワークーに進行するために、サイドワンへと舞台、動かしていきましょう。サイドワンに侵入しました。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。敵の部隊、それなりに数いそうですが、こちらはそれに勝る大部隊で進行してますので、力で一気にここは制圧戦進めていきたいと思います。主力はジムになるんですけども、ジムの一部はですね、ジム指揮官機にしていて、そこからですね、エースパイロットを順次配備していっている。そういう状態です。なので、ジム指揮官機1機に対して、量産タイプのジム、これをスタックさせるっていう、そういう編成を、考えてやっていこうかなというふうに現時点では思っています。これによってエースが戦闘指揮官機に乗って、その後ろに量産機のジム、パイロットなしが、追従する。そういうイメージになります。サイド1、ここは攻略完了です。敵はほとんどが撤退しましたね。では、アーバーワークに侵入できるようになったと思いますので、アーバーワークに一気に進行していきましょう。では、アーバーワーク攻防戦に入ります。まずはジム3ユニットだけ入れてみました。ここでギレンがソーラーレイを打ってきたとしても、ジム3ユニットの3ユニットの損害だけで済むように、そういう配慮ですね。で、和平交渉に関しては、これ、イエスにすると終わってしまうと思うので、ノーにします。今更和平交渉とは、今はジオンを徹底的に叩かねばならん。デギン国王には申し訳ないが、断らせてもらう。諸軍、ジオンの新兵器、ソーラレイが、この区域を狙っています。ソーラレイ、発射されましたね。被害状況をお知らせします。我が軍の艦艇の約 30% がソーラレイによって大破しました。アバワクを前にして、ギレンめ、敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。さあ、 30% に損害が出ているということなので、一度退却します。で、この後もう一度入り直しましょう。緊急事態が発生しました。ジャブローに敵モビルアーマーの部隊が出現しました。敵の戦力は未知数です。至急迎撃態勢を整えてください。で、ジャブローに関してなんですけども、ガンタンクを大量に配備してありますので、それで対抗したいと思います。十分に撃退できるかなというふうに思いますので、今はバワーク攻略に戦力を集中していきましょう。敵技術のダッシュに成功したと報告がありました。では、まず、ジャブローの方ですね。先ほど敵のモビルアーマー部隊が侵入してきたという話があったと思うので、これの撃退をしていく必要がありますが、特に問題はないかなと思います。このまま進めていっちゃいましょう。アプサラスがここにいますね。攻撃ができるわけでもなしというところだと思いますので、索敵だけしっかり行って、あとは、ガンタンク部隊に任せましょう。では、ジャブローに敵モビルアーマー部隊の攻撃を受けている、その最中ではありますけども、アーバーワークード攻防戦に入っていきます。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。基地中心部までよどみなく進んでいきましょうか。
まあ、先ほども話した通り、ジム指揮官機を連れてきているので、まあ、ジム指揮官機の、後ろにですね、まあ、いわゆる普通のジムを配置していくっていう戦い方で進めていきたいと思います。なので、3スタックのうち先頭にジム指揮官機、後方にジム2機を入れる。まあ、そういう配置になるかなと思いますね。ジョングの出方ですが、迎撃体制に入ってきましたね。こもるのかなと思ったんですけど、迎撃体制に入ってきたので、であれば、こちらも、それに対して、しっかりと、対処していきましょう。まあ、まずは、戦艦を、前面に出して、ミノフスキー粒子をばらまいておきます。で、ジム指揮官機はジムと違ってですね、まあ、いわゆる、索敵が可能な機体になっているので、まあ、そこもすごく戦いの幅を利かせてくれますよね。油断するんじゃない。さあ、大攻防戦が始まりましたね。ここはどうしても、なんとか押し切りたいところなんですけど、ジムだとちょっとしんどいっていうのが実情だと思うので、ヤザンのガンダムなんかを前面に出していきたいと思います。第13独立センターより報告。ブライトも入りましたかね。戦場に現れた正体不明機とガンダムが交戦し撃破に成功しました。パイロットの話から推測すると敵の正体はニュータイプ専用モビルスーツだと思われます。ホワイトベース隊はまだ戦場には到着してない様子なので、まあ、あまりまだ当てにできる状況ではなさそうです。リクドム2、ここにアナベル・ガトーがいますね。このガトーも、まあ、強力だよな。なんとか早々に突破したいかなと思います。まずはリクドム2、リクドム2倍。ここに乗っているガトーを退けたいですよね。ここは10個を狙います。ビームかくらん幕張ってくる10個なんで早めに潰したいですよね。ここはバニング隊です。ここもザクのスタックなしなので撃破できますね。さあ、ここだ。ここでなんとかガトーを撃破したい。まずは射撃戦。先頭にいるのは、ブルーディズニーの3号機ですかね。はい、ガトーは撃破できました。ガトーが強いようとも、ジオン公国の栄光を追いはしない。ここはライラさんです。本気の戦いってやつをさ。デミトリーのビグロ、これも撃破完了です。まあ、消耗戦になると思うんですが、まあ、数で勝っているのでこのままご利用します。ちょっとずつ味方もね、目減りしてくると思うんですけど。ここもブルーディズニー3号機のアダムが撃破されてしまいました。ではまた押し返します。これも繰り返しですかね。報告します。
第13独立戦隊がア・バオアクーの侵入に成功しました。しかし残念なことに敵との交戦によってホワイトベースとモビルスーツが大破しました。至急乗組員の救助を行わせます。このターンが多分戦いの趨勢を決める、そういうターンになると思うんで、まあ、しっかり見届けていきたいと思います。もうすでにジム指揮官機含むジムを何ユニットも失っているので、これ以上被害はねやっぱり広げたくないなという思いはあります。皆さんのガンダム、ここはリックドムもいる強力な部隊ですが、支援攻撃も受けつつ、ガンダム2スタックとジムですね。よし、正面より集中攻撃。ここはシローです。ブルーディスに3号機に乗ってますね。さらにライラさん。順調に撃破進めています。大丈夫そうですね。この戦いなんとか取れそうな勢いで進んでいます。では前進を開始していきましょう。エネルギーと、耐久が残っている部隊を中心に前進を開始していきます。まだね戦いは続くので損害が出ないように、そのあたりは一定の配慮をしながら、進んでいくべきかなというふうに思いますね。あ、バオアクーの攻防戦ですが、敵の、増援が大部隊として到着してますね。早々に敵の前衛部隊を潰して、次の戦いに備えましょう。そう簡単にはいかないというところですね、ここはね。さあ、ここには、ララーのブラウブロがいます。これは強力だな。早めにこのブラウブロを倒さないと、被害が多分広がっていく一方になってしまうと思うので、なんとかここは早めに、このブラウブロを仕留めましょう。ビグランブにはオリバーマイが入ってますね。ここ、撃破できれば基地の中心部は抑えられそうです。格闘で残りザクをジムで仕留められるかというところですが、仕留め切りましたね。大きいです。俺にかかればこんなにムカリカリ。今日のリクドムツバイ、こちらにはカリウスが乗っていました。これも撃破完了です。ザク海には出る。これも撃破できます。初期配置されていたバオアクーの戦力は全て排除できそうです。増援でやってきている、オリバー前のビグラング、さらにはブラウブロ、ここにはララが乗っていましたけども、さらに増援艦隊ですね。これらと、相対していくことにこれからはなりそうです。ここだよね。ここのララーが本当に強いと思うんで、なんとか支援攻撃で、そして最後は格闘で仕留めてもらいたいなと思うんですけどね。ここは強力な相手だな。ヤザンのガンダムもいますけど、敵もエースが揃っている部隊ですね。拠点には入ってますので、回復しながらヤザンがここで敵を食い止めてる間に、後続の部隊が追いついてくるのを待ちましょうか。俺も、じいさんのところに行くのか。あとは戦艦が多そうですね、パッと見。ブワジンタイプが何隻か見えたので、これを沈めるのにも火力が必要になってきそうですね。
ト。ビッターにはバーニング隊が攻撃を仕掛けて撃墜。あとですね、ここにロベルトがいるんですね。このロベルトも撃墜完了です。運がなかったと諦めるんだな。ビグラングも撃墜完了。ビッグドモを撃破して、あとは逃げていくワラーのブラウブローを追いかけていくっていう作業がこの後発生しますね。これであらかたのモビルスーツ隊は、敵のですね、敵のモビルスーツ隊は排除できましたね。残っている戦艦部隊、これを撃破して、このアーバー空の攻防戦終結に持ち込みたいと思います。我が社は機軍に協力するため技術提供を行うことを決定しました。ありがたいですね。アーバー空の攻防戦の、まあ、まさにそのやつ最中というところですけども、まあ援軍が入ったというところです。ギレンを撃沈しました。エリー・サンダースがやってくれましたね。昇進あるかもしれないな。トワニングのグアジュマ、バニングが撃沈してくれています。こっちの方が少しばかり実。ヤザンも無才を撃沈。ヤザンも前回昇進してますからね。ホワイトベース隊が、まあ、パイロットとして合流できる状態になってますので、このガンダムはホワイトベース隊に、もう一機はね、まあ、特にアムロ、まあ、彼に渡してもいいのかなと思います。ザンジュバル、ドライゼ、撃沈。コッセルのザンジュバル、これも撃沈で、ヤザンがキリングのザンジュバル、これを撃沈。ここはレベル将軍がマリガンのザンジュバルを撃沈。で、最後に残ったこのビグロですね、特番が載ってますけども、これをフィリップが撃墜。まあ、相打ちという形になってしまいましたが、これでアーバーワークに展開していたジョン軍の全部隊の撃破完了です。これで残っているジョン軍の拠点はね、グラナダとサイド3のみになりましたね。アバオワ空は連邦軍の手に落ちた。激戦の末、最終防衛ラインを突破した連邦軍の前にジオンの本国サイド3がその無防備な姿を現す。その最後の日は間近に迫っていた。宇宙要塞ソロモンおよびア・バオア空の占領によって月面基地グラナダの攻略が可能です。グラナダ攻略作戦を提案します。諜報部より敵開発プランの奪取に成功したと報告がありました。諜報部のさあ、ブラウブロのなんと開発プランをダッシュすることに成功しました。これ早速作りたいですね。まだ今のところアムロぐらいしかニュータイプらしいニュータイプはいないんですけども、まあ、そのアムロに乗ってもらうのもよし、あとはプロトゼロなんかがね加入してくれた時に彼に乗ってもらうのもよしということで、楽しみな機体、これの開発プランが手に入っています。では今回はアーバー空の攻防戦完了しましたので、ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。